はい、こんにちは、マーチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、デュエルマスターズのファイナルメモリアルパックエピソード1、エピソード2、エピソード3編です。はい、2017年1月28日本日発売のファイナルメモリアルパック、ついに出ましたね。はい、楽しみにしてました。名古屋のワールドホビーフェアで先行発売されてたやつだね。うん、これは25パックなんだけど、1パックにつき2枚しか入ってないね。うん、だから50枚しかないんだよね。そうだね。あ、だけど価格は変わらず4850円、結構高い。高い。ただね、あの必ずホイールカードが入ってるんで楽しみだね。うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい。あ、取れた。こんな感じですね。うん、はい。あー、いいね。うん、なるほど。今回もですね、ちょっと開封対決をやっていきたいんですが、うん、前回ね、エイシン君に随分買ってたので、うん、今回ちょっとシャッフルします。はい、シャッフル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 。 これ難しいな。これ25パックなので1パック余りますので、これはこういうとこか。で、今回ですね、負けたらこちらの、超まずいグミシュネッケン、これを食べよう。負けた人がね。はい、うん、結構前より深刻だよ。うん、うん、それって一応ご報告なんですけど、うん、よくコメントでいただいてましたね。スリーブ買わないんですかって。あの、これすでに買っておりました。うん、非文明用と闇文明用ね。はい、このスリーブかっこよさそうだよね。うん、なんでこれからバトルしていくときはこれつけてやりましょうね。うん、それとこちらですね、前回しんくんが出した青木団長ドギラゴンバスター、これめくれますよってね、気づいてはいたんだけど、うん、めくりますかって聞いたところ、皆さんめくってるということなので、うん、今回めくりましょう。はい、じゃあしんくんめくってください。はい、で、めくったやつはいらないカードに貼りましょう。はい、じゃあいきます。せーの、せーの、ペリー。おーおーおおお、かっこいい。ファイナルドギラゴールデン、すげー。ファイナルドギラゴールデン、超かっこいいじゃん。うん、レジェンド、マナゾーンに置くとき、このカードはタップしておく。革命チェンジ、火また自然のコスト5以上のドラゴン。トリプルブレイカー。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、相手のクリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに置く。その後、相手の禁断クリーチャーを1体破壊する。うわー、ファイナル、ファイナル革命だって。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、このゲーム中に他のファイナル革命をまだ使っていなければ、次のターン、相手のパワー、100万以下のクリーチャーは自分を攻撃できない。うわ、コスト8だね。うん、思ったほど高くないって。パワー1万4000円。はい、いいですね。うん、で、シールド剥がしたやつはいらないカードに貼りました。うん、これ両方使えるね。そうだね。はい、それではお待たせしました、開封していきましょう。はい、1パック目、よいしょ、ぶっ壊せ、よいしょ。お目覚めメイ様だって。うん、コスト1だよこれ。コスト 1? うん、これがホイール。で、もう一つがゴーストタッチ。波動の頂き、シュラベートーベン。すごいじゃん、これ。スーパーレアだよ。うん。まあ、コスト10。うん。で、もう一つがゴーストタッチ。あ、パパと一緒だ。うん。2パック目。お、ボーイズ2メンだって。うん。勝ったの小学校のやつだね、これ。あ、卒業かな。うん、もう一つが DNA スパーク。うん、で、僕が出たのは超次元ホワイトグリーンホール。と009。せーの、ほい、支配のオラクルジュエル。うん、と、あ、これ呪文だね。遊びだよ、切り札一家ナウだって。サイキッククリーチャーだこれ。お、あ、初めてかも。で、僕が出たのはレオの頂き、ザ・ライオネル。おー、これもスーパーレオ。また出た。すげー。と、魂の大番長、クワトロファング、サイキッククリーチャー。おー、せーの、ほい。お、勝利のプリンプリン。と、ガチンコルーレット、呪文だねこれも。うん、エイシン君が出たのが激天下シャチホコカイザー。かっこいいねこれもね。うん、サキッククリーチャーとセントンブータンポップ。エグザイルクリーチャー。うん、あ、これも初めて出たね。そうだね。うん、あ、白だ。本当だ、文明がないってことだ。うん、せーの、はい、激相撲突っ張り騎士と戦慄のプレリュード。うん、はい、エイシン君が出たのが新世紀シューゲイザー。おー、これもスーパーレアなんだけど、しかも白でまた、うん、クリーチャーでね。で、宿命のディスティニー流星。おー、これも白だ。うん、これエグザイルなの、ちょっとわかんねんな。うん、また教えてくれると嬉しいですね。はい、いきます、せーの、ほい、電流閃光セブアルゴル。うん、とニアリー。はい、エイシン君が出たのが超次元ガローズホール。うん、これもかっこいいね。うん、と超次元シューティングホール。あ、両方呪文ですね。はい、
7パック目、超次元フェアリーホールと、カレーパンボーイ切り札買ったいいねこれ、うん、ぜひとも使いたいクリーチャーだなで、新君が出たのが眼力インディゴカイザーと逆転プリンセスプリン。おー、8パック目、運命運命、あ、これベートーベンと使えるんじゃない？そうだね、戦慄のいただき、ベートーベンが攻撃するとき、この呪文をコスト支払わずに唱えてもよいだ。おぉ、あー、戦慄のいただき、ベートーベンが出るとこれいいんだ。うん、と、危険活動場ですね。うん、はい、精神君が出たのがカオスウィッチアリスと超次元ブルーホワイトホールだね。9パック目、おっ、やった、びっくり、戦慄のいただき、ベートーベン出た。あ、さっきのやつ使える。あー、いいな、これだ、やったー、ビクトリー、すごい、やったね、うん、とマキシムブロンズホルモンだって、うん、いや、これやったわパパ、ビクトリーだね、うん、え、超嬉しい、かっこいい。レイシンくんが黒神竜踊るニードルとトランスサンクションパルサーだね、うん、10パック目、ね、精霊サジンジャスティス、はい、と希望の親衛隊ラプソディ。おー、そしてエイシン君はガイアルカイザービクトリー。おー、やったね、やった、しかもサイキッククリーチャー、うん、でサンダーティーガーサイキッククリーチャー、やったじゃん。おー、これもかっこいい、うん、ガイアール2枚入ってたね、ビクトリーね、うん、11パック目、ゴールデンツインズオニシュラ、あ、これスーパーレアだ、うん、とドラゴニックピッピー。エイシン君は腐敗のダイハード流星、あ、これもスーパーレアだね、うん、とナチュラルトラップ、あーこう、うんこはい、最後の12パック目いきましょう、はい、最後じゃないか、もう1パックあるんだけどね。12パック目、ね、おっと、レジェンドガイアール、勝利のレジェンドガイアール、やったー、うん、と燃えるラブスナイパーだって、うん、レジン君がドラゴン D カツ丼ヤング、おー、カツ丼ヤングなんだね、うん、とアウトロー丼カツ丼、あ、両方カツ丼だ、カツ丼、うん、あ、エグザイルクリーチャー、あー、はい、それでは私が出たスーパーレア以上は3枚でした。はい、レーシン君はレーシン君が出たスーパーレア以上は5枚、5枚5枚だね、うん、はい、はい、私が出た3枚はこちらでしたね。勝利のレジェンドガイアール、うん、これレジェンド出ましたね、はい、そして、あ、これトリプルブレーカーでスピードアタッカー、うん、いいじゃん、ただコスト10です、うん、次、戦慄のいただき、ベートーベン、ビクトリーだね、うん、これもこれはトリプルブレーカー、うん、あー、1万3000パワーでコスト10、うん、そしてゴールデンツインズオニシュラ、これはコスト8の8000パワーですね、はい、ダブルブレーカー、うん、スーパーレアです、はい、エイシン君が出た5枚はこちらですね。ガイアールカイザー、ビクトリーですね、はい、パワー6000しかないんだね、うん、コスト8、スピードアタッカーでダブルブレーカーです、はい、サイキッククリーチャー、そうだね、新世紀シューゲイザー、コスト7のパワー7000、ダブルブレーカーです、はい、これ無色だね、うん、無色でいいのかな、白、そうだね、次、腐敗のダイハード流星、ダブルブレーカーでパワー8000のコスト8、はい、次、波動のいただき、シュラベートーベン、うん、すごいねこれね、超かっこいい、パワー1万3000のコスト10です、はい、トリプルブレーカー、お、最後ですね、レオの頂き、ザ・ライオネル、うん、パワー1万3000のコスト10、お、ブロッカーだってこれ、うん、あ、お、で、トリプルブレーカーです、はい、じゃあ最後の大丈夫、うん、じゃあ最後の1パックエイシンが開けてください、はい、あ、同点だったからな、うん、あ、ちょっと待って、同点だと罰ゲームないじゃん、あ、ほんとだ、じゃあ2人で食べよう、そうだね最後に出たのは悪魔神ザビイプシロンだって、うん、ああよかった、スーパーレアでもなかったね、はい、と好奇心プリンセスプリンだって、うん、じゃあちょっと食べてみようか、はい、どんなまずさなんだろう、はい、え、どうぞじゃあパパ一つ食べるのもいいね、はい、苦いかな、美味しくない、何これ、ちょっとそ
言われただけで食べたくなくなってきた。こっちから食べて。美味しくない、気持ち悪い。まずいね、これびっくりしちゃった。はい、ということで今回はデュエルマスターズのファイナルメモリアルパックエピソード1、エピソード2、エピソード3編でした。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、結構長い動画になっちゃったと思います、すいません。実はですね、もう一箱買っておりますので、それまた次回開けたいと思います。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。